先ほど水木先生の方から韓国がありました。補足的に韓国の使徒祝祭ですが、だいぶ公演自体はですね久しぶりになりまして、私が記憶しているのでいきます1999年韓国 YMCA がオープンした時にですね、チンドのシャーマンとラシレギを紹介しておりました。晩年のキム・デレさん、ちょうどこちらの、藤本さんがワールドシリーズでそのチンドのシッキンクという CD を出されているとったんですが、そこに出てたメインの歌手、女性の、ニコさんだったんですが、彼女の晩年、最晩年でした。ちょっとCD で聴くような迫力はなかったんですが、それなりの存在感がある公演だと思います。それからもうだいぶ経つ。で、チンドの演奏者については日本で来日したという記憶は私の中ではありません。ですので、そういう意味では大変久しぶりの公演になろうかと思います。メンバーは、16名程度の来日となります。先ほどのお話がありました通り、韓国では割と人が死ぬとですね、それをこう、それにまつわるいろんな儀式、ありまして、その模様は昔ムオンテク監督が祝祭という映画で紹介をしてたりしておりましたので、そういうのをご覧になられた方はご存じかと思います。シャーマンを中心とした死者儀礼、そういったものの中にですね、高い海洋性もありますし、集団で弔い歌なども沈黙の特徴ではあるかと思います。でまたその中で寸劇のような形で演じられる出し組み、こういったものもあります。もちろんそういったものだけではなく、沈黙といえば沈黙アリランというのも有名です。民謡の民謡無形文化の宝庫ということでですね、もちろん死者を弔うということで、そういうような意味があるのかもしれませんが、それ以上に韓国においても沈黙というのは無形文化宝庫と言われておりますので、この公演というのはそういうような意味を持っています。